さて、県内は午前を中心にあいにくの雨でしたが、県内有数の桜の名所、幸手市の権現堂桜堤ではソメイヨシノが見ごろを迎え、多くの人でにぎわいを見せています。全長1キロメートルの堤に連なるおよそ1000本のソメイヨシノは、例年よりも1週間ほど早く今月19日に花を咲かせ始めました。現在では満開となり、今日はあいにくの天気となりましたが、園内では桜を楽しむ人の姿が多く見られました。堤の下では菜の花がおよそ 2.4 ヘクタールにわたって咲き誇り、桜の淡いピンク色と菜の花の鮮やかな黄色のコントラストを楽しむことができます。権現堂桜堤では4年ぶりに幸手桜祭りが開催されていて、屋台が出るなどにぎわいを取り戻しています。権現堂桜堤の桜は4月上旬まで楽しめるということです。今年初めて来たんで、すごく綺麗で、いいですね。ただちょっと雨なのがちょっと残念ですけどね。すごく綺麗です。久しぶりに味わったけど、やっぱり楽しいですね。桜見ながら食べるのはとても楽しかったです。今日はなんか桜がすごい綺麗に咲いてるので、見ながら屋台も久しぶりに食べれるからすごい楽しいです。